まあ、自営業というかね、個人事業主ってやっぱり自分で働かなければ収入が得られないので、この基本的に1年間3年間休みなく。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。約2週間ほど YouTube とあと SNS の方をお休みしておりましたが、まあ、またこの動画をスタートに6月から通常配信で、通常投稿でいきたいと思います。体調不良だよっていうような投稿を前の1個したと思うんですけど、あの後ももうものすごく胃がもうズキ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 やばくて、で便の方も結構ゆるゆるだったので、もう完全に胃腸炎だったんじゃないかなと思います。もうこのご時世やばいですね。やっぱりお医者さんになかなかかかれない現実を目の当たりにしましたというか、まだそういう感じなんだなとちょっと思いました。福岡の方に今いまして、で予約制の内科さんに電話したんですけど、やっぱり予約制なのでちょっとその電話した日は行くのが難しいと。でも胃が痛いのであれば近くに胃腸内科さんありますよっていうことで、紹介してもらったお医者さんに、クリニックさんに電話をして、で風邪症状がなくて熱もなければ来ても大丈夫ですよっていうことだったので、ちょっとその日雨だったんですけど頑張って行ったんですね。でこう問診票を書いてる時に、まあその日もお熱はなかったので、で1週間以内に発熱はありましたかと言われたんですね。でその前日の日に夜、日中は全然熱はなかったんですけど、夜測ったら37度5、6くらいあって、もうでも胃腸炎でも熱は出るから、まあそうか、仕方ないのかなと思って、私はこうあまり気にせずにね、熱のことは気にせずに、あ、それくらい出ましたって正直に言ったら、なんかもう30、その1週間以内に発熱があった患者さんはちょっとこういうご時世なので見ることができませんと言われて、みたいな、みたいな、せっかくここまで来たのにって、もう電話で言ってくれたらよかったのにって思いながら、もう仕方ないから、はい分かりましたって言って、痛み止めと整腸剤はもともとお医者さんから処方してもらってたのであったんですけど、胃腸の薬だけがなかったので近くの薬局に行って胃腸薬を買ってお家に帰ってという感じでした。仕方ないんですけどね。でもなんか眼科さんとか熱が出るような症状じゃないところで発熱した方は受け入れられませんっていうのは分かるんですけど、熱がコロナじゃなくても熱が出る症状があるような、こう病気というか具合が悪くなるのがあるにもかかわらず受け入れられないっていう、まだこのご時世システムってもう本当に具合悪くなれないなと思いました。なので本当に胃腸薬飲んで、整腸剤飲んでの繰り返しで、胃腸炎ってね、全部出した方が菌がね全部出るっていうじゃないですか。でもやっぱ排泄障害の時のその下痢って本当にしんどくて、ただ前も紹介したアナルプラグさん、そのお尻の穴に入れることでうんちをとどめておけるよっていうものを使おうかなと思ったんですが、でも出した方がいいっていうんだったら、もうそれは出すしかないかなと思って、で別にどこかに出かけるわけでもなく家にいるので、もうなんかちょっと察知した時はトイレに行って出しますけど、ほとんどがやっぱり失敗するんですね。うんちちゃんの失敗を繰り返しながら、でもそんなにご飯も食べないので量も出ないけど、尿取りパッドにこううんちを失敗したら拭いてっていう繰り返しをある程度良くなるまでやり続けました。本当に排泄障害の時の胃腸炎というか、お腹下すのって大変だなと改めて思います。ちょうど幹細胞投与のタイミングでもあって、脱水症状気味だったので点滴も投与してもらいました。なんやかんやですね、なので久しぶりに約2週間こう SNS とかを見る専門で配信はしないでっていうのをやりました。この夏私 YouTuber 始めて丸3年経ちます。でこの3年間の間、撮影も企画も編集 もう全部ずっとやってました。もう褒めてくれっていうくらいも全部一人でやってて、まあ、もっといろんな人で頑張ってる方はいらっしゃるんですけど、でもやってて、で
あの前はね YouTube だけをやってればよかった、スタート時は YouTube だけをやってればよかった、でもそこから講演のお話をいただいたり、いろんな私のこう体が動くね、お仕事をいただくような約1年になって、でそのまた1年後に、今のようにねリハビリ、福岡と山形を往復してリハビリをするような環境になって、でも YouTube の配信は変えないで、なんならちょっと増やしてっていうことをやっていて、本当に去年ですね、やけどをした時に結構久々に休んだなっていう感じがありましたけど、まあ、今回その1年ぶりに、やけどぶりくらいに、なんかお休みしたなという感じがありました。まあ、自営業というかね、個人事業主ってやっぱり自分で働かなければ収入が得られないので、こう基本的に1年間休み、1年間3年間休みなくやってましたけども、なんかやっぱり自分の心は別に大丈夫なんですよ。気持ち的にはもう楽しいことをやってるし、好きな仕事をこうやってるので全然気持ち的には何でもないんですが、やっぱなかなかこう体が追いつかない時っていうのがすごく最近多くなってきちゃったので、今後はちゃんと休みながら、体に気をつけながら無理せず配信をしていこうかなというふうに思います。あとその具合の悪さっていうのも、その疲れとかっていうものだけじゃなく、筋肉疲労から来たりね、要はパソコン首とか巻き肩とかいろいろそういうところから来たりもするので、やっぱりストレッチっていうのも大切になってきます。で、私が先日あの胃腸炎、この今の胃腸炎じゃない時にもちょっと具合が悪い時があったんですけど、その具合悪さは筋肉の疲れとか筋肉の張りから来てたものだったので、なんかそれをこう解消できるストレッチとかっていうのも今後動画でお伝えできたらなというふうに思いますので、また6月から改めて皆さんよろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ、企画もねなかなか大変になってきてるんです。やっぱり私の頭がもうこれ以上限界というか、3年間だ私ほとんど同じネタってやってきたことないので、全部基本新しいネタ新しいネタをやってきてる気がするので、なんか皆さんからもこういうのやってほしいなとかあれば助けていただけたら嬉しいと思います。皆さんで楽しい動画を作っていけたらなと思いますので、はい、ということで今日は久々の復活動画ですよという動画でございました。またこの次からは通常配信に戻りますので、皆さんこれからもよろしくお願いいたします。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。